17歳高校生ジョーカーが東大前で受験生を切りつけた事件、以前より短絡的に大きな事件を起こす人が増えているように感じています。ひろゆきさん、カズレーさん、今回の事件どのようにお考えでしょうか。またどうしてこのような重大事件が多発してしまうのでしょうか。まあでも最近多いですよね、その不特定多数にやらかしちゃう人が。それがそのいや最初にあったジョーカー事件の模倣犯なのか、その影響なのかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、重大事件は年間に何回も起きてて、それがここのタイミングで来たのか、それとも、でもこの方は、今日事件を起こした少年は、結構計画的だったっていうのが、報道はちょっと拝見したんですけど。うん、あとなんか、勉強ができないからやったみたいな。はい。東大行って医者になれそうにないからみたいなことですよね。うん、なんか、東大行って医者にならなくても、別に他の人生十分楽しいぞっていうのが、なんで伝わらないんですかね。入ってくる情報、それを知らないんじゃないですかね、そのパターンを。でも頭いい、勉強してる頭がいい子だったらネットで調べればいくらでも低学歴で楽しく暮らしてる人いるじゃないですか。はい、でも今のネットって特にまあ自分にちょうどいい情報しかレコメンドしないから、それがもう元々目に入んねんじゃないのとは思うんですよね。おー、じゃあ勉強のためにネット使ってたら勉強の情報がたくさん来て、その勉強から派生した勉強して幸せになったよりの情報ばっか来んじゃねえのかなと思うんですよ。でも高学歴だけど不幸になった人っていうのも探せば出てくるじゃないですか。はい、もうそれも、まあ、見ないようにしてるのかな。でも少数派だもんな、高学歴の方が幸せなのは事実だし、はい、基本的にはその、まあ、傾向はありますし、あとはまあ、幼少期から親御さんなり周りなりが学歴イコール幸せっていうのをずっと言ってたら、まあ、それがもう根幹にあったら、それよりの情報ばっかやっぱ集めちゃいがちな、そういうバイアスはかかるんじゃないのかなと思いますね。カズレーザーさんの親御さんは、なんか学歴ちゃんと取っとけとか言わなかったんですか？いや、結構自由でしたね。だから僕、中学ぐらい、中学高校からもうこのまんまなんで、それに対してもあんま言われたことはなかったです、ね。まあ、毎日赤い服着てる子供がいたら学歴どころじゃないですからね。はい。ちゃんとしてんのかっていうのを毎回、毎日言われましたね。で、ちゃんとしてるよって言ったら、じゃあいいよっていうやりとりだけでした、本当に。根本的に何かずれてると思うと、もう、学歴どころを修正しようとかならないですよね。はい。